中間市はゴミの減量化などを目的として家庭に生ゴミ処理機のディスポーザーを設置して効果を検証する社会実験を10月から始めると発表しました。この社会実験では中間市のフロム工業が開発した直接投入型ディスポーザーを希望する家庭50戸に設置します。ディスポーザーは調理くずなどの生ごみを細かく粉砕する機械で、粉砕された生ごみは排水と一緒に下水道に流れていくことで、ごみの減量化や高齢者のごみ出しの軽減などが期待できます。社会実験は10月から1年間実施され、その後利用者のアンケートや下水道施設への影響などを調査し、九州大学の都市研究センターが評価を行うということです。ごみの減量化が減るということは、行政コスト、これの低減ももちろん目指してまいります。中間市は今月末まで社会実験に参加する50校を募集しています。参加には設置費用7万7000円が必要です。